見れば分かる。間違ってなかったですか？大丈夫ですか？ちょっと今あの感覚がチェックしてるのでちょっと余っちゃってると、うん、あれがキーさん、私が絡んでたさ途中からさ、これあのこれだけこのままこうやってぼーっとしてて、何度か私が後ろ向いたりした時に出てから一回こうやってやるの、その後だけちょっと長いもんね。これでも怖いけど、いいよ、音聞いて、なんかちょっとマドカっぽくな、で顔だけこうやって、うんうん、でそれのまままた固まって、それでポンぐらいかな。なんかずっとそうしてるとワンから始まってるからちょっと長いから、その前だよね、今や途中からこれとか、ワン、ツー、スリー、これもっと手がね、大きい大きい、いや多分ね、十分ぐらい、で、あそこの道具の方はあの手は後ろ向いてるからですよ、特に手を変えるという、うん、私そうやって昨日やってたはず。若菜は目に武器を持ってくる、はい、顔だけでやってて、稽古が結構動くから、そうなんか一別する感じで、ヒットは違う動き出したところ、動き出すところで、ワンちゃんもふりやっと振り返ってその場に、はい、です。 OK、どこから、うん、OK、 ぜひ、もう一個前お願いします。うん、アットミック同じとこ、はい、こっちがもっといい、こっちがね、はい、で、ご飯、俺がご飯、ご飯みたいな、すぐだこう来て、もうすぐ行ける、もう一回だけ、すいません、スパイスをご覧の皆さん、こんにちは、カラフィナです。さてさて、はい、来たる9月の10日、はい、そして11日にはですね、神戸ワールド記念ホール、そしてその後16日、17日には日本武道館と、はい、カラフィナの初のアリーナライブがスタートしますよ。さあ今絶賛リハーサル中でございます、うん、はい、ね、今日はそんな私たちのお稽古の風景も見ていただけてるということで、うん、ちょっとそういうの苦手なんですけれどもなかなかないですからね。いや初めてじゃない、うん、初めてだね。こう写真とかだったらね、あるけど動画だもんね。どうして、え、どうしてわーい、どうしてって、どうして聞いたのそれはですね、うん、きっと、うん、今まで来てくださった方にも、そして初めて私たちのライブに来てくださる方にも、こうカラフィナがどんな風にこう音楽と向き合って、こうライブを作っていってるのかっていうのを見ていただきたいからです、うん、少しでも感じていただきたいからですこうやって作ってたのかってね、うん、思う方きっといらっしゃいますよね。もしかするとね、どこまで見せてるかわからないですけれどもこれなんだろうって思ってらっしゃるかもしれないですね。それもあるかもしれないですね。まあ、今回のアリーナライブなんですけれども、本当に神戸も日本武道館 も両日ともにですね、自分たちにとって今のカラフィナの音楽は、これです、そして今の私たちの歌声はこんな歌声ですっていうのをリアルにお客様に感じていただきたくって、うん、背伸びもしてなかったり、あとはちょっとこうなんだろうな、ラフでもない、カジュアルでもない、あの等身大の若菜光稽古のカラフィナの音楽なのかなとも、最近ちょっとリハーサルをしながら、あのそんな風にも感じていますし、今回はね、ミュージシャンのプレイヤーのこの方の奏でる音も感じていただければと思っておりますよ、うん、そうですね、やっぱりカラフィナの楽曲って自分たちの声が楽器に聞こえる時もあるし、ミュージシャンの方の音楽が声に聞こえてくるような、そう、一緒にハーモニー重ねてる時とか、重ねてる感じがあるので、うん、それをね、皆さんにこう音として、そして視覚としても体感してもらえるように、はい、こう音楽のエンターテインメントみたいな形でお届けできたらなと思っております。大事です、はい、音のエンターテインメント、少し挑戦もあるよね。そうですね、やっぱり生で私たちは歌を届ける、音楽を届けることをいつも目標に掲げているんですが、今回4日間になりますが、とても広い会場になっているので、たくさんの方に音楽の素晴らしさ、そして今の私たちの音楽を届けられたらいいなと思っています。はい、
きっとね、これからライブ当日に向かって徐々に私たちもヒートアップしていくと思います、うん、そんな状況をですね、またこちらでもレポートしていただけたらなと思っておりますので、はい、私たちもできる限り皆さんとこう近い形でこうライブ、ま、当日までつながっていられるのかなとも、そんないい機会なのかなとも思っていますので、いろんなカラフィナの一面を見ていただければと思っております。そしてライブ会場に足を運んでいただけたらなとも思っております。じゃあまた次、はい、いつかいつかどこかでまたお会いできたらと思います。以上、カラフィナでした。